元々それこそタック「MFLOW」のメンバーのタックとはもう小学校からの中でしてでリサは実は中学の先輩だったんです、はい、高校の時にタックとバンドを組みまして当時「ハウスエナジーっていうフジテレビの番組にデモテープ出したら出演させていただいてその時優勝したんですよで当時「あのフォ l i f e からオファーありましてでもまだ90年前半であの親も。 なんかラップで食べていくとかだめでしょみたいなので、うん、ちょっとあのすごい猛反発をくらいまして、まあ、音楽はできなくてデビューまあ果たせず、うん、そのまま18の時にボストン、うんうん、カレッジ、まあ、アメリカに渡って入学してですね4年間は大学生活してましたあそれででも結局戻ってきてタク、はい、とかと一緒にやることになるわけ そうですねちょうどタクがの浅川さんと出会って最初のお仕事でなんかシービル・ジェフィリーズの,あの,あのリミックスを作っていってなんか浅川さんに頼まれてで確かその時に僕が日本に戻ってきてましてでなんか久しぶりにラップ乗っけてよっていうアナログがきっかけで「m フローのデビューになるんですけど二人で楽曲を作っていく中でそのまあ中学の時の先輩のリサも。 あのシンガーとしてもデビューしてたので。あ、デビューしてたの。はい。うん。どえじゃないよね。違うよね。いえ、あの徳間ジャパンから。うん、はい。そね、でその時にリサにあのまあサビとかちょっと歌ってみてよっていう。本当セッションスタイルで、うん、僕たちもなんかもう、うん、タクがトラック作って、うんうん、その場でラップ乗っけて、うんうん、じゃあなんかサビがあったも面白いじゃんってことで本当になんかもうそういうジャムってる感覚で曲作っていってあのまあそれをまた。 あの、浅川さんに聞いてもらったところ、うんうん、あ、これ面白いじゃん。ユニットやってみたらってことで、3人組のエムフローになった、うん。っね、最初の曲はが、We We Were でした、うん、最初に